ホビーパソコン、ホビーパソコン、ホビー、パーソナルコンピューターとは、趣味や思考、娯楽などのために供される、パーソナルコンピューター、パソコンの総称である。1980年代、1990年代、中頃はまだまだ本格的なパソコン。ここでは PC、PC-9800 シリーズなどの1980年代における、位置づけを指しているは効果だったため、 ホビー用途に的を絞った安価なパソコンも比較的多く発売され普及していた。英語圏には Apple II などを代表とするホームコンピューターという語を呼びカテゴリーがあるが日本で交換で言われるホビーパソコンと必ずしも一致するわけではない。また日本では輸品として Apple II などは高かったという事情により同期の位置づけも少し違うという面もある。 ホビーパソコンは個人が家庭などで趣味や思考、娯楽のために利用していたパーソナルコンピュータ製品である。事務処理などといった実用面よりも娯楽性や玩具としていじり回されることを前提としており、その多くでは当時のコンピュータ製品の中でもとりわけ安く低性能な部類、廉価版に含まれる。これらの所有者はその趣味性にもより限られたリソース、 ハードウェアの能力、資源の中でいかがに楽しむかを模索した。当時家庭向けのコンピュータは、実用性や利便性はともかくとして、様々な未来的可能性を感じさせる、目新しい玩具として販売され利用されていった。今日のパソコンでも、テレビ受信機の機能が標準で搭載されたり、高性能な音声出力機能により、楽器として、DTM 等に利用されたりするものなどが、 これらに分類されると推測される。しかしこれらは既存のハム用のパソコンに必要なオプションハードウェアを搭載したり必要なソフトウェアをインストールすれば、大抵のパソコンで同様の機能が追加できることから、相互の差はあまり明確ではない。古くはベーシックなどの高級言語でコンピュータプログラミングを行い、雑誌上などのプログラムの腕を競い合う場も多かったことから、 趣味のプログラミングを行う環境にも利用されていた。これら趣味のプログラマーの中には、後に商業プログラマーとなった人も少なくはないと見られる。販売ルートとして、当初はワンボードマイコンの延長としても扱われたことから、電子部品などを扱っていた無線機販売店のほか、電気店や家電量販店の走りともなったディスカウントショップホームセンターなどで主に扱われた。 次第に一般向けのパソコンという地位を築き始めると、いわゆるパソコンショップなどの専門店も出るようになった。ただ専門店家では、最初は無線機販売店などが店舗を分ける形も多かった。ため、現在でも秋葉原界隈のパソコン専門店には、屋号に無線とつくところも見られる。日本国外では、ホームコンピュータが一般家庭向けに販売されるようになったのは、 マイクロプロセッサの大量生産が可能になったことが背景にある。名前の通り過程でのホビー向けである。これはまた、それまでのマイクロコンピュータと呼ばれていたハンダ付けをして、組み立てる必要のある基板向き出しのコンピュータと区別する意味もあった。北米では1980年代の終わりとともに、ヨーロッパでも1990年代初めに、さらに日本でも1990年代半ばの Windows ブームの頃には、ホームコンピュータ時代は終わりを告げ、PC、a t 互換機の時代となった。1980年代から1990年代初頭に、あっては、パソコンは家庭向けホビーユースのものと、ジムや製図、各種制御用に用いられるものとにはっきりと分かれており、家庭向けを意識した製品では、高性能な CPU による高速な計算能力や、 潤沢なメモリやハードディスク装置の搭載といった多くの記憶容量よりも FM 音源による豊かな音楽表現や多くのベレムやスプライト機能、ハードウェアスクロール等による表示機能を強化したものに人気が集まった。8ビットパソコンの時代では中でもコンピュータゲームでの表現力の強化がユーザーに強く望まれていたため、それに特化した製品はよく売れている。これらの中には パソコン語参加と呼ばれたパソコンの中でも、FM 音源を標準的に搭載した高機種が人気を集め、日本でのパソコン市場の過剰化を発生させた。この時代には、家庭用ゲーム機は子供の玩具とみなされ、あまり高価な製品を買う人もおらず、また子供の玩具にはさほど市場性もないと考えられていたため、メーカー側もあえて高価で、高性能な機種は開発せず、 安価で低機能な製品を発売、消費者もそれに満足していた。中には今日以上に高価な製品を投入したメーカーもあったが、それらは大きなブームを起こせず終わっている。この時代を通して、特に高価で高性能なゲーム機を求める経済的にも余裕のある向きは、おおむね家庭向けのパソコンイコールホビーパソコンを購入することで満足していた。 またこれらホビーパソコンには個人経営の小さなところから今日の家庭用ゲーム機向けゲームソフト制作メーカーの起こりとなった企業まで様々なソフトハウスより多種多様なゲームが発売されていたこの時代にはこれらホビーパソコンが青少年向けの高価なおもちゃだったことからエロソフトと呼ばれる性的興奮を目的としたものも発売されるに至って 家庭用ゲーム機との明確な市場性の違いも発生した。その一方で、今日では普遍的に利用されている DTM にも、早い段階からその可能性に注目し、利用する人もあって、メーカー側から同種の用途に即した機種も発売されている。長らくは、そこそこの低価格で、家庭用ゲーム機をしのぐ性能を持っていれば売れたため、8ビットパソコンである。 ことが多かったが、後に家庭用ゲーム機も高性能化が始まったあたりから16ビットパソコンへの変更が始まった。この時代には8ビットパソコン時代の資産が完全に切り捨てられたため、古い機種の愛好者等は従来のソフトウェア資産を利用するために旧式な機種をいつまでも保管しておくなどの対策に走った。今日ではこれら旧時代の資産を活用するために 現在の Windows や Macintosh のパソコンなどでこれら試算を実行するエミュレータの開発が一部マニア感で盛んである。8ビット機前性時代には雑誌や入門書に各機種向けベーシックや機械語のプログラムソースコードが掲載されユーザーが自分で入力して楽しんでいたが8ビットパソコンにフロッピーディスクドラブが標準搭載され やがて16ビットパソコン時代を迎える頃には、ベーシックでは全く性能を活かせず、機械後のプログラムソースコードは膨大な量となり、それを入力するという行為自体が成立しなくなった。その頃には、パソコン通信が普及し、プログラムは電話回線を通じて送受信されるようになった。主なメーカー別に、それぞれの主要な機種シリーズを列記する。日本国内では、日本電気。 NEC、富士通、シャープの3社が特に派遣を争った。日本国内市場でのパソコンを3夜と呼ぶ場合、NEC、シャープの他を富士通とするか、日立とするかは議論があるが、ホビーパソコンとしての普及率で言うなら、上記の3社が中心となる。同社製品は販売台数、扱いやすさ、普遍性などから、 日本の代表的なパソコン製品シリーズだった。そのため研究開発の現場からビジネス、そして個人のホビーまで、そのユーザー層は幅広かった。シリーズ型番に共通してつく PC はパーソナルコンピュータの略であり、当時マイコンと呼ばれていたこれらの民生用コンピュータの故障をパソコンと定着させる一因ともなった。当時はパソコンといえば NEC、 pc であり、それほどまでの影響力を持っていた。アメリカを中心とする欧米では、家庭用の趣味に供されるパソコンの市場にメインフレームなどを製造していた大手、コンピュータメーカーは関心を示さず、新興パソコンメーカーの独占上となっていた。カンブリア機の種の爆発のごとく、多数の新しいマシンが生まれては消えていった。中には長く愛されたマシンもあり、 現在でもファンが活発に活動している機種もある。また、近年ではこの時代のマシンを収集する、ホビーストもいる。結局、ホームコンピュータは、PC、a t 互換機と新世代のゲーム機に分岐していった。多くのホームコンピュータはその特徴が似ている。安っぽいキーボードと、テレビに接続して20から40行の表示をする。記録媒体として、どこにでもあった。 カセットテープを使うか、時には本体よりも高価なフロッピーディスクドライブを使った。後者は内部機構が本体よりも複雑なため、製造コストがかかり、結果として本体より高くなる場合もあった。ホームコンピュータは子供がいる中流家庭をターゲットと想定しており、その購買層に買ってもらうために徹底的にコストダウンを図り、結果として非常に安っぽいものになっていた。 現在のパーソナルコンピュータはオペレーティングシステム OS が必要だが、ホームコンピュータの多くは OS の代わりにベーシックインタープリタをロ m に内蔵していた。これらホームコンピュータの多くは8ビットマイクロプロセッサを使用し、主に MOS テクノロジーの6502か、z イ l o g の Z80 が使われた。ただ、ホビー用途とは言っても、フロッピーディスクが普及し始める頃になると、 日本語環境の整備が遅れ足を引っ張った日本のホビーパソコンとは違い、アスキー文字のみで作文が可能なこともあり、実用的な英文ワードプロセッサーとしてタイプライターの代用品としても利用されていったなどの事情も垣間見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。